どうも世界観好きな100億人の方の皆さん、おはようございます。原田西です。はい、1月29日でやってますか、今日は。かなぐらいだったと思いますよ、皆さん。はい、29です。あっました、はい、はい。今日はね、名古屋来てもうどんくらい経ちますか。10日ぐらい経ちますね。経つね。早っ。もうそんなか。なんですよ、うん、なんでね、そろそろホールチェックしていこうかと今さら変わるな、なんかな。うん、いやまだね、4店舗ぐらいしか入ってないんですよまあいい店見つかっちゃったしね。うん、そんな人いませんよ、はい。うん、まあでも大満足っていうお店ではないんで、正直のところ。まあな、はい、やっぱりもっと高みを目指していこうと。うん、はい。でいろいろね、名古屋の状況どうですとか話したいですし、うん、4店舗でとても話せるもんじゃないですよ。そうな、はい、胸張ったら言えねえよ、はい。うん、この間隣に座ってもらってね、僕のこと見てるっていう人がね、どうですか名古屋の状況って聞かれましたけど、はい、僕より僕偉そうに語れませんよ全然見てないのに、はい。そうだな、はい。天気もいいんだよね今日ね。確かにね、うん、はい、よかったよかった。ホールチェックがいい日よりなんじゃないでしょうか。はい、はい、うん。ということで、まあ、ゆっくり行きましょう。そうしましょう、はい。今回は僕もついてくるんでね、お願いします。はい、行ってきます。自分次第でどこにでも行ける、宇宙を突き抜けてどこまでも、僕は笑うこの笑顔で世界を変えてゆくんだ、走れ笑え。どうも、今日の報告していきます。はい、はい。いや、元気にやっていきたいんですけどね。ええ、今日は本当ね、まあ、普段と違うことをしたので、うん、なんか疲れましたねヘトヘトだよ、もう本当疲れた、うん、はい。もうマジで老けてると思うよ、2人とも。はい、いろんなことがありましたよ西村さんは出禁になりましたな、全く少しも納得いってないんだけど、まあしょうがない。何て言って出禁になったんですかっけ。いや、まあ、あんま具体的に言っちゃうとあれだけど、はい、まあ身分証出してくださいと、はい、ねえと、うん、出禁ですってもう打たないでくださいって。あ、言われたんですね。ああっつって、すいませんっつって、そう、最近出てきました。はい、悲しい感じですね、うん。まあ ね、なんでそうなったかはちょっと他の動画で出してると思うのでもね、うん、見ていただけたらと思いますけど、はい、うん、ですね。そういうことあったりとしていろいろ疲れましたね、うん。こういうのがよくパチンコ業界でよくないですよ。よくない、よくないんですよ、こういうのは。よく出来になっちゃうやつがいるから、はい、ね、カイジの沼みたいにね、何をしてでもいいから攻略 したらもらえるみたいなねだったらいいですけどね。ああいうのだったらね、ああいう、ね、感じで、そういう言うでもないですからね、うん、ね、うん。まあ、ちょっとそれは反省です、ね。いろいろ戦いですけど、我々もね、もう日直島田さんみたいにね、なんか、うん、パチンコ例えばね、うん、ロッケとか、うん、店でやるってなったら止め打ちもできないわけじゃないですか。そうな、できないとかやっちゃいけない雰囲気あるじゃないですか、うん、ね、うん、はい、いろんなジレンマがありますね、うん、なんか、なんつうんだろうね、スロットはそういうのあるのにさ、はい、その技術関係は、それは容赦されてる。あ、そうなんですか。うん、相当技術界ってなんですか、ね、ここディスクアップって聞いたことある。ディスクアップ、ディスクアップ、ああ、そうか。なんか設定にしても技術次第で勝てるみたいな。あ、そうそうそう、そう、設定ちゃったとしても機械は100割らないから、うん、もう本当に技術力ですか。そう、技術力で負けないようになってる。すごいですね、技術力って何なんですか。目押しとかですか。そうそうそう、まあ、要は面押しだね。へー、面押しで、まあ、指定された
リーグの箇所、はい、あれはそのまあ横3本斜めで抽選するんだけど、うん、例えば左上に7、赤7を止めてくださいはいのがあったりするんだよね。ナビが出たり出なかったりするんだけど、うん、ナビをピタッて押すと、うん、それ成功して獲得枚数がちょっと増える。とかボーナスを最速察知して打つとか、で無駄なメタルを減らしてみたいな、うん、まああとファイアーもまあそうだね、うん、いろいろあると思うんですよ。はい、なんかパチンコだけなんかねそういうの OK みたいな風習にはならない、うんうん、なんていうか知らない、うん、なぜだろうと僕はこの旅に出てからずっと疑問に思って。まあ確かにね、それを僕らが褒めたところで変わることじゃないんでね。まあね、うん、そう変えたいわけでもないんだけど、うん、疑問に思うんですよ。なぜそうなの、なんで、うん、ことが多かったからな。なんかあのブドウを意図的に作るとかさ、磁石とかと思ってる。そんなことがあるんですか。知らないんだけど、ブドウができちゃう人、磁石を持ってきてっていう人がいたんですか。なんかいっぱいいたじゃん、そういう。あの昔ね、そうです。今は分かんない。指輪とかにさ、磁石とかなんか仕込んでて、こうやってスリスリやって、あのへその周りにこう卵をこうこう作るみたいな、ずっとそれを作って、とかさ、ああいうのあったからなのかなって思って、確かにね。そうかさ、基盤丸ごと変えるとかね、しないと。何だろうな、ということです。はい、はい、夜ご飯食べに行って美味しかったですね。何でしたっけ。ヤバトンのわらじトンカツ、いやわらじ味噌カツ、いや味噌カツですね、うん、名古屋名物もね、うん、そう、もう美味しかったですね、うん、残った食べて、うん、あれ良かったですよ、うん、値段はそれなりにね、払うんだけどね、うん、1800円確かに、うん、でもご飯おかわりしようだし、うん、なんか肉もこんなでっかいし、うん、もっとこんなの、うん、すげえな、うん、あの名古屋味噌いいね、シャバシャバな味噌っぽいやつと、ね、で濃厚のソースと、はい、2種類あるんですよ、うん、はい、いいっすよ。唯一楽しかったのはそれだけですかね、今日。そうですね、はい、もうお通夜もですね。感じで、でも見どころもあったんですよ、僕マドカマギカ座って1回転で当たってみて楽園入ってみたりとかしたんですけど、うん、1回待たれてそのままするシンフォギア3000回で当たって突破して一回待たれてするを3回ぐらい、2回ぐらいで、うん、ダメだよっていうそんな感じでした。はい、あれも一個収穫はあれっすね、あのキクリの地獄祭り、あ、ちょいっぱしなのかアマネジなのかちょっと分かんないですけど、60分の1、そうそうそう、うん、あれとんでもないみたいな、まだ見つけちゃった、まだ見つけちゃった、はい、あれっすごいよ、北斗無双アマぐらい使えるんじゃない、うん、ぐらい、まあ、電車歩中もなんかボコボコ増えるし、100回走りきって50個ぐらい、50個以上増えちゃう。へぇ、うん、オーバー入賞すごいしやすい、うん、平均で2個入っちゃう、うん、のくせ昇級が12個、すごいですね、5カウントで12個ですもんね。そう、一番いい、嬉しいですね、それカウント数が少なくて昇級を多くしてるっていう、うん、最高のパターンだと思う、うん、それが69分の1であるんです、うん、すごいことだよ、大丈夫かなと思ってね、確かにそれいいですね、うん、あれはねちょっと研究対象ですね、確かに、うん、置いてるホールがどれだけあるのかちょっと分かんないですけど、うん、まああったので積極的に狙いたいみたいです、うん、いいところに目つけましたね、ですけど、はい、たまたまだったけどね、当てるなと思って、あ、そうなんですね、うん、素晴らしい、うん、いや、すごい
はい、という感じです。はい、いろいろありました、本当に。まあ、切り替えていこう、切り替えていこう、はい、切り替えていきましょう。うん、結果は、あ、結果ね、結果マイナス7万5000円やったかな。あ、やっちゃったね、これダメだ、やっちゃいましたね。今日はダメです。僕もね、手まで単発引いたのと、何連チャンしたの、3連チャンぐらいだったかな。いろいろしたね、今日一日やったから、すっとハマったかな。何、当たんないって言ったと思うのかな。まあ、しゃねえな。もっと人事尽くしていきます。うん、うま、本当に、はい、ちょっとね、そろそろ気合を入れないと。いやいや、ね、さっき話してたんですけどね、はい、月に2人で20万をそろそろ買ってるので、まあ、4、5ヶ月ぐらい続いて、はい、どうなのそれっていう、ね、生活費も当然そうなんですけど、実力的にね、下振れっていうのも当然あるけども、結果が残ってっちゃうないなっていうのですね、毎月100万ぐらいなんかコンサート稼いでるぜみたいな、したいんだけどね、っていう話ですよ。僕はね、全然動画作んないし今ね、ペース落ちちゃってるから、はい、頑張っていきましょう。うん、はい、頑張ろう。うん、そんな感じで今日もご視聴ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、バイバイ、バイバイ。